石川英二は、埼玉県所沢市出身の日本の実業家、著作家、コメンテーター。中央大学法学部中隊、一般社団法人日本ハッカー協会理事、マグニファイエンタテインメント所属西部鉄道退社後、弁護士秘書、会社販売、訪問販売などの職を経て企業。1999年まで、ハッカーグループ遊具トップの主催者として活動。 不正アクセス禁止法の施行を見越しアングラ活動を休止、それまでのスキルを転用し1998年に実業家として日本初のネットセキュリティ専門会社アルテミスを企業売上17億円の会社に成長させた。観光庁へのハイテク犯罪対策の指導、コンピュータ関連書籍、TV 出演などで活躍、2014年に退任。 2000年から2004年まで、ラジオ局 JWave で南沼がナビゲートの VIVA アクセスにおいて、毎週水曜日のクイックアクセスを担当し、携帯電話、インターネット全般、家電やデジタルグッズを網羅した番組で、プロ石川という名前で DJ として活躍。2000年から2011年まで、ウルトラマン、イエローキャブ、プラチナムプロダクション、 聖の王子様等の携帯電話公式コンテンツを運営するサイバーエデンを起業し代表取締役として経営をしていた。なお、同社取締役にはアップビートの広石武彦が名を連ねていた。2018年から2019年まで株式会社オーケウェーブの取締役 CTO、2020年3月まで執行役員。ありがとうございます。